はいどうも皆さんこんばんは、ゆみです。今回はサイバーパンクのキャラメイクの注意点紹介していこうかなと思います。でこのゲーム分岐とか選択肢がいろいろあって、まあ、ストーリーがいろいろ変わるんですよ。キャラクターの羊とかも変わってくるので、まあ、全ての要素を楽しむには最低でもクリア6周、まあ、6回しないと楽しめないって言われてるほどボリュームが多いというか選択肢が非常に溢れているんですが、今回はそんなキャラメイクで取り返しがつかない要素、注意点をね紹介していきます。まず最初に選択するのがこの羊という項目です。ノーマッド、ストリートキット、コーポレートというものがあるんですが、これキャラクターのライフパス、どのように生きてきたかっていうのを選択するものになっています。これを選択することで、まあ、プロローグの導入の部分が変わってくる形になるので、まあ、好きなものを選んでください。そしてこのライフパスを選ぶことで出てくる選択肢っていうものもあります。で、このゲームの選択肢は黄色と青ってものに分かれてて、黄色の選択肢はストーリーを進めることができて、青い選択肢はストーリーには関係ないんだけど情報とか話のね雑談みたいなことができたりするものになってます。で、この羊で選べる選択肢もその黄色の選択肢で出てくることもあるので、まあこれはね自分の好きなもの、あったものにするといいと思います。まあここで選択肢が変わってくるので注意してくださいということですね。さあ次はキャラメイクの部分です。実はこのキャラメイク、おそらくなんですけど、まあ、作り直すっていうことができなくなっています。なので慎重にキャラメイク楽しみたい方はやってください。取り返しがつかない可能性の方が高いので、自分に合った顔で体型で作ってみましょう。で、このサイバーパンクキャラメイクの設定項目が非常に多いです。なのでキャラメイクに1時間かけてかっこいいキャラクター、可愛いキャラクターを作っていく、それが結構重要な部分でもあるかもしれないので、キャラメイクが重要だなっていう人は悔いのないようなキャラメイクをしてください。で、そして PC 版ではこのキャラメイク時にいろいろできたりします。まあ、ちょっと指紋のことですね。例えばね、そういうことよマリモッコリ作ったり、あとはねメロン作ったり、大きさ変えたりもできちゃうっていう話なんで、まあ規制なしがいいっていう方はパソコン版を選んでください。ただパソコンのスペック要求ってのは結構高いので、まあレイトレーシングするんだったら最新のグラフィックボードってのも必要にはなってくるので、まあだいたい20万以上かな、まあそのぐらいのゲーミング PC は必要にはなってくるかなと思います。最高設定でやろうとするんだったら、一応推奨されてるのが RTX3080 というものなんですが、これほとんどあまり売ってないんですよね。まあなので値段も高いし、今はちょっとおすすめはできないかもしれません。ただ今後のためにも規制なしでやりたいって方は PC 版でやってください。で、もちろん PC 版でやって規制ありにすることもできます。さあキャラメイクが終わったら次はステータスですね。ステータスを振っていくわけなんですが、このステータスもね選択肢に関わってきます。もちろんこれはね後から上げることもできるんですが、まあ、プロローグとか、まあ、序盤ではやっぱり経験値が少なくて上げられないってこともあると思うので、まあそこもねちょっと要注意しながら決めてみてください。このステータス値の要求で、まあ、いろいろなキャラクターの、まあ、選択肢だったり主人公のパーク、まあ、いわばスキルですね、これを入手できたりします。一応6が最大ですね。で、おそらくストーリーの中では20まで上げることはできます。まあ、この中で、この段階では6までしか上げられないってだけですね。3以下にはできません。はい、ということで、この3つが、キャラメイクで注意してほしいことでした。まあ、選択肢に関わってくる部分が多いので、その些細な選択肢でストーリーが変わってくるっていう話もあるかもしれないので、まあ、サブミッションとかでありそうなのは、まあ、ステータスの値が高ければ、お金を払わずに入れるとか、なんかもらえるとか、あとは羊によってうまく騙して仲間のふりするとか、なんかそういう選択肢もあるんじゃないかなと思うので、皆さんも楽しんでみてください。で、最後にちょっと、まあ、プロローグというかアクト1終わって感想というかプレイ感想なんですが、やっぱりねバグがね
ちょっと多いですね。まあ、PS4 版というか PS4 を PS5 でやってるんですけど、フリーズがね、3回ぐらいありました。で、フリーズから復帰した後にめちゃくちゃやばいバグにも遭遇して、もう感動が台無しになったり、まあそういうこともあるので、まあ、バグが本当に心配だよっていう人はちょっと様子見た方がいいかもしれないし、逆にそのホールアウトとかそのスカイリムとかそういう系でバグには慣れているとか、まあ言うなればバグといっても、まあ、フリーズがちょっとしんどいぐらいで、基本的にはスカイリムみたいな面白バグみたいな感じにはなってるので、それでも OK っていう人は全然買ってもいい作品なんじゃないかなと思います。ただストーリーはめちゃくちゃ面白いですね。まあ羊によってね、プロローグが変わってくるっていうのもすごい面白いし、違う選択肢でもやってみたくなるっていう、6周しないとね、見られない、全部の要素を見られないっていうのがちょっとわかりましたね。ただ6周だけでは全然足りないと思うんですよね。おそらく最低でもうまくやって6周ってなだけで、まあ7周8周9周、まあ、全部見るんだったらもっと必要にはなってくる可能性がありますね。全部見るんだったらちゃんとセーブしてこの選択肢をやっていくみたいなことをしないと全部回収はできない、まあ、そんな感じで、まあ、非常にボリュームが多い作品ですね。で、戦闘の部分も近接、遠距離、そしてステルスといった感じで、まあ、自分のプレイスタイルに合ったもので遊ぶことができるので遊ぶことができるので、まあ、それもね、結構楽しい要素になってくるのかなと思います。ハンドガンのパークだったらハンドガンのパークがあるし、アサルトライフルとかだったらアサルトライフルのパークがある。刀とか武器、近接武器にはブレードっていうパークポイントがあったりするので、もう正面から近接武器でオラオラプレイとかもね、全然いけるのでいいかなと思います。あとはハッキングスキルを使って、まあいろいろちょっとメカニックチック、近未来チックなこともできたりするので、そのサイバー的な能力も高めていくのも全然面白いですね。ざっと種類を分けると、サイバー的な攻撃、ステルス、遠距離、近距離、この4種類かな。で、そのサイバーと、まあ、ステルスの部分は密接に関わってくる部分ではありますね。まあ、もちろんそのサイバーと近接の武器 その正面突破力を上げるっていう組み合わせもあるんじゃないかなと思います。まあ、その戦闘の選択肢ってのも多くなっているので、まあ、気になった方はぜひやってみてください。ということで、今回はキャラメイクの注意点紹介させていただきました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次回。